も私一生懸命取り組みたいいと思っていますこの、えー、せっかく国が、あのーまあ、岡山県でこれだけのことをやっていいよと、あの頑張れというふうに、えーまあ、この補正予算決めていただきましたそれをしっかり使って、県民の皆さんの生活と県内の産業を守っていきたいと思っています補正予算案は、一般会計の総額でおよそ323億4500万円で。 経済対策におよそ億円が盛り込まれまれした。このうち物価高騰対策としては LP ガスを使用する家庭に2か月で2000円を補助する費用に9億7000万円、畜産農家の飼料購入費の補助におよそ11億円と市民生活の負担軽減を目指します。 このほか介護現場などで働く職員の賃金を1か月あたりおよそ6000円引き上げるための費用およそ9億円が計上されました補正予算案は現在開会中の11月定例岡山県議会に追加提案されます